はい、それでは時間になりましたので、計算科学技術特論 C、始めさせていただきたいと思います。本日は、東大、情報理工の千葉先生にお越しいただきました。我々計算科学やってて、最近は割と情報系の先生方と交流を持つようになったんですけども、なかなか、千葉先生のような方と交流を、持つという機会なかなかないと思いますので、せっかくの機会ですのでいろいろと吸収していただければと思います。それでは千葉先生どうぞよろしくお願いします。はい、これでマイク入ってますね。入ってる感じですね。はい、ご紹介に預かりました、東大の情報理工の千葉です。さっき話題になったんですけど、遠隔講義、我々情報系なのでいかにもやってそうなイメージを持っていていただけると本当は嬉しいんですが、まあ実はやったことはなく、いささか、遠隔会議はやりますけれど、遠隔講義はなかなかないので、いささかちょっと戸惑い気味なんですけれども、まあ岩田先生にお会いしてお題をいただきまして、まあいろいろこうソフトウェアを開発、大きいソフトウェアを開発するという時に、まあソフトウェア工学的な視点から何か話してみてはいかがと、お誘いを受けましたので、お引き受けした次第です。で、最初に簡単にというか、私の自己紹介みたいなことをさせていただきたいと思ってます。で、途中で何かご質問があればいつでも割り込んでくださって、結構です。なんかこちらからは よく見えないので適当に止めていただければ適宜お答えしたいと思います。こういう話をするときに大事なのは、あと言葉がちゃんと通じないっていうことが往々にしてありまして、我々にとっては当たり前のキーワードであっても聞いてらっしゃる皆さんにとっては全く意味のわからない単語であったり、逆もそうなんですけれど、まあ、なので適宜聞いていただければと思います。で、私千葉ですけれども、まあ、専門は何と言われると、いわゆる計算科学ではない機がつく方の、計算機科学の方になります。で、さらに細分化、まあ、計算機科学もいろんな分野があるんですけれども、私が、カバーしているのはいわゆるそのプログラミング言語と呼ばれるものの、まあ、設計とそれから実装ですね。まあ、だから単純に言えばコンパイラーを作ったりインタープリターを作ったりするところもあるんですけれど、同様に、まあ、新しいプログラミング言語を考えるという、まあ、そういうことをやって暮らしております。で、まあ本当は違うんですけど、ソフトウェア工学という括りにしてもいいかとも思われます。ただ、実は我々の分野も細分化が進んでおりまして、普通にソフトウェア工学というと、実はちょっと違った分野の人を、指して、ちょっと不規則発言気味かもしれませんけれど、ソフトウェア工学の人たちは、実はソフトウェアは作らない。ソフトウェア工学の人たちはソフトウェアを作っている人たちを観察して、あるいはその人たちが書いたソフトウェア、今最近GitHub ですとかリポジトリにたくさん上がってますので、まあ、それをこう分析して、ああだとかこうだとか、あるいはその Twitter の開発者 その書いたコードの様子と記録と、それから Twitter の発言とかメーリングリストの発言を引き当て比べて、こういう発言をする人はバグが多いとか、こういう発言の人のする人のソースコードはクオリティが高いとか、なんかそういうことを分析したりとか、まあまあまあそれだけじゃないんですけど、いうのがまあソフトウェア工学と呼ばれるものです。で、私はどっちかっていうとプログラムを作る方の、あるいはどういう基盤技術を、オペレーティングシステムだったりコンパイラーだったりミドルウェアだったり、そういうものを作る方なので、厳密にはちょっと違うことになるんですが、まあ世間一般のというか分野外の人からするとあんまりそんな細かい違いは思わないでしょうから、最近自己紹介する、特に外部の方に自己紹介するときは積極的にソフトウェア工学ですと言うんですけれど、まあ本当は違いますね。それはどんな学問分野にも非常に細分化されていて、あなたは何々の専門家ですかっていうと、いや違いますとかっていうムッとした答えが返ってくることあると思うんですけど、まあそういうことです。で、あと計算科学との関わりなんですけれども、
まあ、正直に申し上げまして、私、あまり関わりがございませんで、この場のスピーカーにふさわしいかというと、あまりふさわしくない気もするんですが、ちょっとだけ思い出してみますと、私、博士の学生だった頃、今で言うとインターンだと思うんですけど、インターンシップみたいな形で、まあ、当時は居候と僕は自分で呼んでたんですけれど、ゼロックスのパロアルトリサーチセンターって、最近はもうすっかり落ちぶれてしまったんですが、いわゆるスティーブ・ジョブスが見学に行って、これマッキントッシュの原型を見て、あ、これだと叫んで、アップルに帰って作らせたのがマッキントッシュという、そういう、あとは何ですかね、スモールトークを作ったとか、ポストスクリプトを作ったとか、そのとこですかね。まあ、当時は非常にアクティブな研究所で、民間企業の研究所だったんですけど、まあ、そこに当時いたときに一緒にいたって言っても別に彼はもうシニアリ、ちゃんとしたリサーチャーでしたけど、その人 BJ っていう人がいるんですけど、その人今 IBM で X10 っていうパラレル系の言語の開発責任者をやってたりするので、まあ、彼も当時は全然違うことやってましたけど、で、一番計算科学の方々と接触があったのは、私の最初の、まあ、本当の意味では最初のポストは、ここの助教、助手だった、今でいう助教、助手だったんですけれども、その次のポストで、行った先が、筑波大の計算科学センターで、計算科学研究センターで、まあ、余談になるんですけど、雑談から、のっけから雑談で申し訳ないんですけど、いいですかね、こんな調子で話してて。のっけから雑談で恐縮なんですけど、まあ、私ずっとコンピューターソフトウェアの人だったので、全く計算科学も物理も知らなくて、どっちかっていうと学生時代は物理の成績が悪かったので、あんまり関わりたくなかったんですけれど、まあ、最近は減ってきたと思いますけど、昔は割と、ポジションもいい加減だったので、行ってみたら、なんとここだったっていう、正規の、だから、いわゆる所属は普通の情報系の学科だったんですけれど、仕事は情報系の学科だったんですけれども、正式なポストは、計算科学研究センターのポストだったという、ので、行ってびっくりっていう。で、まあでも、せっかくそういうことだったので、もちろん悪いスタッフになれば、こっちの仕事はしないで、普通に、授業をやったり、研究したりすることもできたんですけれども、まあ、せっかくですのでっていうので、ちょうど宇川先生が、岩崎先生がセンター長をお辞めになられて、宇川先生がセンター長になられたぐらいの時代なんですけれど、まあ、そこでリアルな、科学者の方と、親しく話をする機会を得まして、で、まあ、いろいろ、学ぶところが大きかったですね。例えば、まあ、彼らはというか、皆さんはなのかもしれないんですが、皆さんは、スパコン、当時、ケーブスセンターが持っていたスパコン、日立のものだったんですが、よく故障したり、コンパイラのバグが出たりするんですが、まあ、むちゃくちゃ怒るわけですね。私もスタッフでしたので、まあ、定例で、こう、日立の方と、大学の方で、こう、一列に同じ部屋で、相対していろいろ文句言ったり、打ち合わせをする会に出席するんですけれど、計算物理の方はコンパイラのバグが出たりすると、もう劣化のようにこう非難されて、実は最初私はその計算機系の人だったので、いや、そんなこと言ったってかわいそうじゃないですかみたいな気持ちがちょっとあったんですね。というのはやっぱりソフトウェアにはバグがつきものですし、ハードウェアも非常に先進的な機械が入ってたので、いろいろこう不具合が、1号機ですから不具合が出るのはまあ当然という感じでこう構えてたんですが、やはりつまりなんで怒ってたかというと、理由は簡単で、論文が全部嘘書いてるかもしれないっていうわけじゃないですか。そういうバグが1回出たことがありまして、まあ、なので、まあそういうところで、まあリアルな計算、ま、マシンユーザーの声を聞けて非常に良かったなと今に関しても思うんですけれど、まあその後しばらくずっとこういう計算科学の世界からは遠ざかっていたんですが、最近私JST のクエストで、いわゆるエクサに向けたプロジェクトが今走っておりまして、もうすぐあるんですけれども、エクサスケールの前段階ということで、
いくつかプロジェクトが走っておりまして、そこで採択されましたので、まあ、もちろん私たちの研究テーマはこういうプログラミングランゲージとかソフトウェア工学なんですが、あくまでも計算科学のための、まあ、次期スパコンのためのっていう枕がつくので、まあ、再び、この世界にちょっと戻ってくるというか、お邪魔するというか、いう形です。まあでも、筑波大にいた時の経験でですね、まあ物理学者の人たちは頭がいいなっていうのが、正直な感想で、どう頭がいいかっていうと、まあ彼らはというふうな言い方をするんですけど、彼らは研究のためだったら、すごいアセンブラのコードを必死っていうわけじゃない、言い方変ですね。すごいアセンブラのコードを、すごいクオリティで書いてくる。計算機系もいろんな人がいるんですけど、私たちの分野の人、ソフトウェア工学とかやってるような人たちからすると、まあ、こんなコードは手で書くもんじゃないね。なんか、もう少しマシな方法を考えようって発想して、研究をするのが、まあ、我々の発想なんですけれども、私がその筑波大にいた時に目撃したのは、こんなコード手で書くんだっていうすごいアセンブラのコードが、QCD のために出ておりまして、ああ、物理の人やっぱり頭がいいんだなと、感心したのを覚えております。まあだから、そういう意味では、皆様はきっと研究のためであれば、労をいとまず、クオリティの高いソフトウェアをどんどん作られるんだと思うんですけれど、まあ計算機、コンピューターサイエンス、特に僕らが、私たちが関わっているような分野のディシプリンというのは、いかに人間に楽をさせるかと。だから、まあ、ハイクオリティなものは必要なんですけれども、ハイクオリティなものを、いかに低いコストで作るかっていう、作れるようにするかっていう、そういう技術を考えるっていうのが、まあ、我々の研究の主眼なので、まあ、ある意味、我々はいらないんじゃないんですかねっていう感じも当時はしてたんですけれども、でもやっぱり最近皆さんのお話を伺っていると、そうは言ってもハードウェアが非常に進歩して、GPU も出てますし、最近ですね、FPGA もとかっていう声も出ていて、ソフトウェアがどん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 複雑化されてきているので、そろそろさすがの、天才物、まあ物理だけじゃないと思うんですけど、まあ簡単に物理と言いますが、天才物理学者の皆さんもギブアップ気味なんじゃないかと。で、ようやく我々が呼ばれる、雰囲気ができたのかなというふうに思っております。なんか言いたいんでしょうか、岩田先生。センブラのすごい能楽っていうのは、ちょっと QCD の人たちの特殊技能。いらっしゃることは、物性物理もいらっしゃることはいらっしゃると思う。そんなにみんながやるっていうわけではない。なるほど。はい、集団はちょっと。特集。まあでも、やっぱり、なんて言うんでしょうね。僕が思ったのは、計算物理の世界ですと、やっぱり、プログソフトウェア道具ですから、やっぱりどう、研究の目的を達成するためには、まあ必要であれば、いくらでもコストは無限大にかけるっていう、そういう、バックグラウンドあるんじゃないのかなと思っております。ただ、まあ、そうは言ってもコストパフォーマンスというものはありまして、でそれ今日の話をしようと思っているメインテーマはそのウェブ分野、インターネットの分野のソフトウェア開発なんですけれども、まあ、そこも今ものすごいお金が動いていますから、必要であればいくらでもお金を投入していくらでも人間をかけてソフトウェア開発はできるんですけれども、ただそうは言っているといわゆるスピードが追いつかなくて、いわゆる新しいアイデアを出して、それをソフトウェア製品に仕立ててビジネスをすぐできるだけ早く他社に先駆けてやるっていう、そういう視点から立つと、そうも言ってられないと。マンパワーをかけてお金とマンパ時間と人間をかけて作ればいい、ただがむしゃらに作ればいいってわけじゃないっていうところが、ポイントですね。まあそういう話はきっともしかしたら、計算科学の分野にもそろそろ、考えてもいいんじゃないのかなと思って、今日のお話を準備してまいりました。それで何の話をするかというのはよくわからなかったので、過去の講義を拝見させていただいたんですけれども、
8回目ですかね、8回目 の、 渡辺先生、みずほ総研の方のスライドを見ていて、おおと思ったことがありまして、まあ、ここら辺に書いてあるのはですね、依頼主さん、つまり、まあ、皆さん、計算科学の方だと思うんですけど、の事情で、まあ、これはいいですよね、プログラム開発が好きなので、自分で開発したいって、非常に僕も近いものを思うんですけど、で、ポスドクとか学生がいくらでも、大学の人はポスドクとか学生がいっぱいいるので、その人たちにやらせればいいじゃないか。ですけど、研究課題には向かない。まあ、ソフトウェア作ること自体は、アウトプットを生むんですけど、成果を生むんですけれど、それ自体で論文が書けなかったりする。直接的には書けなかったりすると。そうすると、学生の方とかポスドクの方って論文書けないと、将来がなくなっちゃうので、まあ、その人たちの将来もある程度考えると、そうそうやらせる。自分にとって やらせたいからやらせたい。書かせるってわけにはいかない。その人たちにとってメリットのあることをさせなければいけないので、難しいと。で、まあ、学生がプログラミング言語を習得するのは容易ではないとか、学生が卒業すると消失するとかっていうのも、これも、僕も思うなと思ったりして、で、結構なんか似てるんですね。なので、まあ、まあ、唯一違うとすると、シミュレーター開発、我々の世界も同じようなものを持っておりまして、非常に似通ってるんですけれど、まあ、唯一違うのは、シミュレーター開発はこういうみずほ総研さんに発注すると、外注するといいらしいんですけれど、さすがに我々は、なんていうか、ソフトウェア作ること自体がある種研究でもあったりするので、これを外注してしまうと、なかなか何も手元に残らなかったりするのと、あとノウハウがこういうのを作る大変さを自分たちで分かって初めて研究になったりする、研究 のニーズが分かったりするので、なかなかこうはいかないんですけど、ただでもやっぱり次のスライドに書いた通り、似てる部分があります、あります。まあ、なので何が言いたいかっていうと、まあ、僕らが持っているいろいろな考えとかノウハウも意外と皆さんにも役立つのではないかというふうに思っております。このスライドのタイトルなんですけど、計算科学者とはソフトウェア開発者とは同じではないと。もしかしたら計算科学の方々は、計算機科学をやっている人たちは、計算機のを作ったり計算機のソフトウェアを作ることが研究テーマなんだから、バンバンソフトウェアを作れるでしょ、あれは作ってるはずでしょっていうふうにもう思われてるかもしれないんですが、まあ、それはインダストリーの人もそうなんですけれど、これは全くの俗説でありまして、実用的なソフトウェアの開発をすると論文は出ません。やっぱり我々も科学サイエンスをやっているので、基本的にはそのものづくりが研究ではなくて、ものを作るための新しい方法を発見することが研究なんですね。なのでこうですね、発見だ。なので何か発見しないと研究論文が書けません。ですから、まあ、それを目指して一生懸命、まあ、日々研究に我々も励んでいるんですけれども、残念ながら実用的なソフトウェアを作ろうと思うと、それは何か発見した後、発見したものへのこう、なんてアクセスパスを一生懸命作るようなところがありますので、まあ、そこから何も発見はもう生まれてこないんですね。発見しちゃったわけで、最初に発見したら論文が出ますけれど、その後何かその発見を生かした実用的なソフトウェアを作ろうとすると、労力がものすごくかかりますけれど、まあ、全く論文が、まあ、頑張って書けば書けないわけじゃないんですけれど、まあ、いわゆる、ハイクオリティな論文が出るわけではない。なので、こういうことには非常にこう事例、これはだから嘘ですね。まあ、なので、まあ、我々も日々ですね、ソフトウェアを扱ってはいるんですけれども、ソフトウェアは作れないと。とはいえ、なんとなく、計算科学とは違ってと言ったら失礼かもしれないんですけれど、計算機科学なんだから、何か実用的なソフトウェアを作れという、こう、社会的なプレッシャーですとか、世間様の声が
あるわけですね。で、実際あの JST のクレストのプロジェクトでも、形式的にはもちろん研究プロジェクトなんですけれども、実は我々はソフトウェア、実用的な、まあ、エクサにつながる実用的なソフトウェア、少なくともそれに至るまでの試作品を作ることを、案に強くこう求められているんですね。で、ところがこれを運用していく上では、やっていくためには、そこにこうフォーカスしてしまえば、もちろんソフトウェアは作れるんですけれど、作ると、クレストの評価は上がるかもしれませんけれども、まあ、論文は、いい論文が出るという保証は全くないので、そこに関わっている研究者ですとか、特にその学生さんですとか、ポストドクの方は、次のプロジェクトが終わった後、次に行くところがなくて、次に行くためのこう業績がなくて困ってしまうっていうものを抱えてますね。まあ、ですから、マネージする側からすると、そこら辺の折り合いをどうやってつけて、研究論文が書けるような新しい発見につながるようなソフトウェア開発をしつつ、まあ、実用的であると思、少なくとも試作、実用ソフトウェアの試作品であるというふうに思っていただけるようなものを、知恵を絞って作っていくということが今求められています。まあ、なので、昔はよく先生と呼ばれるようになるとプログラムを書かなくなると。学生時代はスーパーハッカーとして名を馳せたような人でも、一旦こう、ドクター論文を書いて、まあ、最近だと女子、ポスドクやって、いわゆるパーマネントなポジションを得てしまうと、ああ、上がったっていうんで、もうプログラムを書くのをやめちゃうっていう人が、まあ、結構多いと思いますね。で、まあ私は自慢じゃないけどっていう感じなのか、ある種シニカルな、あれなんですけど、まあ、相変わらずプログラム書きたがる、その希少人種というか、まあ、研究者としてはちょっと異端、ソフトウェア分野でも少し変わり者という感じの、立場におります。まあ、なので逆に言うと、講義のシリーズの趣旨は、まあ、やっぱり計算科学の分野でももっと大変だと思うんですけれど、研究をやりつつ、いかにちゃんと使えるソフトウェアを作っていくかってことがテーマだと伺ったので、まあ、私の、考えていることも、まあ、少しは役に立ったらいいなと思って、お話をしたいと思っております。ということです。上の話は宣伝になりますけど、研究とは基本的にものづくりではなくて、ものを作るための新しい方法を発見することだっていうのは、昔10年ぐらい前に雑誌、コンピューターエンジニア向けの雑誌に書いた記事があって、まあ、ウェブに置いてあるので、まあ、もしご興味があれば見ていただければと思います。まあ、分かっていただきたいのは、計算機科学者だからといって、ソフトウェアをこう作って遊んでいると、ちゃんと給料がもらえるっていうわけじゃ全くないということですね。で、さて、それで、この講義の内容なんですけれども、ちょっと岩田先生とお話しさせていただいて、大体2つのことをお話ししようと思っています。で、1つは、まあ、ウェブ分野、まあ、本当はウェブの分野に限らないんですけれども、ウェブシステムと呼ばれるような、まあ、インターネット系のソフトウェアのソフトウェア開発のスタイルをちょっと、お話ししたいと思います。で、キーワードは、まあ、とりあえずソフトウェアスタックというのを、こうですね、ソフトウェアスタックというのをキーワードに考えています。で、このソフトウェアスタックをキーワードにして、まあ、私自身の、ソフトウェアの開発の経験談みたいなものをちょっとお話ししたいと思います。で、テーマは、最近、ウェブアプリっていうんですけれど、まあ、ウェブ上のインターネットサービスを実現するソフトウェアってすごく簡単に作れるようになったので、まあ、それこそ 10代の人が仲間を集めて、新しい起業して新しいサービス、先進的なサービスを作っているとか、まあ、いろいろ報道はされるんですけれど、なんでそんなことが可能になったのかということが、まあ、ポイントになります。で、基本的な話、お話したいことは簡単で、大半のコードは再利用されていると、
開発者っていう新しいソフトウェアを作る人っていうのはアプリケーションを全部一からフロムスクラッチで全部作るのではなくて、できるだけすでにあるソフトウェアを、持ってきて集めて作ると。で自分たち の, あのマンパワーは独自的な独自の部分ですね、あの他の製品、他のソフトウェア、他のサービスと差別化につながるところだけに、マンパワーを集中的に投入して、でそこであの勝ち残れるソフトウェアを作ると。でそれ以外の部分は誰が作って、まあ基本的に同じものを再生産しようっていうような部分に関してはできるだけ既存のソフトウェアを持ってくると。で最近はオープンソースがだいぶコンセプトが普及してきたので大概のソフトウェアはすでに世の中に広がありますから、まあそういうものをできるだけ持ってきて組み合わせて使うというスタイルがだいぶ定着しています。これはここに書いた通り、まあウェブ分野が一番顕著なので、まあ今一番お金が集まっているところですから、当然お金が集まれば技術開発もそのお金に物を言わせてどんどん進みますし、優秀な人も集まってくるので、今一番こういうスタイルの変化が顕著なので、まあウェブの話を題材にしようと思うんですけれども、別にこれはそこに限った話ではなくって、例えば自動車系なんかもそういうものだっていうふうに聞いてます。さっきの話に戻りますけれど、本当に20年とか30年前は自動車のソフトウェアっていうのはいやエンジンですね、エンジンとかブレーキをコントロールするソフトウェアは全部アセンブラで書いてあったそうです。それが20年ぐらい前、もっと前ですかね、まあ1990年前後から、まあ、C に変わったと。アセンブラで書くと、そのプロセッサーが変わると全部書き直しになっちゃって大変なので、まあ、そこは C になったと。まあなんです。だけれども、まあ当時、同級生が日本の一番大きい某 T から始まる自動車メーカーなんかに就職して、たまに大学に遊びに来て言うには、まあ君らって、お前らって、まあ私たちなんですけど、私たちがやってるようなプログラミング言語は、うちの会社で使うようなことは単にないね、と。ようやくアセンブラをやめて C 言語に移ってきたところだから、とかっていうのが大体90年代だったんですけれども、今は、ご承知の通り、自動運転考える時代です。で、とてもその自動運転のプログラムを C 言語で一から全部書いてるようなことはできないので、今はやっぱり同じような、デザインになっているそうですね。まあ、自動運転行く前にも今の車ですと、その、エンジンはもう完全に電子制御で、ガソリンの噴射は全部電子制御ですし、当然そのアクセルの回路とか、エンジンのトルクとか温度とかいろんなものを総合的に勘案してその一番燃費が良くなるようにこうガソリンを噴射するわけなので、まあ、そこのソフトウェアは非常に高度なものですし、あと少し高級車になれば、高級車じゃなくてもそうですかね、アンチロックブレーキとかいろいろそのいわゆるソフトウェアで制御している部分がたくさんありますので、だんだんそのソフトウェア部門、ソフトウェアの占める割合が大きくなりますから、ああいう大手の自動車会社もどんどんこういういわゆる、まあ、これからソフトウェアスタックっていうキーワードで話そうとしているようなことをやっているそうですね。でどのくらい真剣にやってるかっていう、ただ作るだけじゃなくって、一旦作ったソフトウェアしたシステムデザインをで車を作ってたんだけれども、それじゃまだ足りないっていうので、より例えば乗り心地がいい自動車、燃費のいい自動車っていうのをやろうとすると、もっと全体をこうコントロールしなきゃいけないわけですよね。ブレーキからアクセルからエンジンからエアコンディショニングですとか、でそういうそうなってくると、今までのまあ、アーキテクチャっていうんですけど、最初に作ったソフトウェアスタックのデザインじゃダメだから、次世代の自動車に向けて新しいものを作らなくちゃいけないとか、そういうことをもやるステージにも入っているようですね。だから、アセンブラの時代、C 言語で一生懸命作ってた時代を過ぎて、こう今ウェブでやられているようなスタイルの開発がこれから始まろうというわけではなくて、自動車業界でももう終わっていて、第一世代はもう限界が来たから第二世代をやりましょう、第三世代をやりましょう、そういうようなフェーズなんだそうですね。でその先に自動運転が見えてくる、まあ、そんな話はたくさんあるんですけれど、で
で、まあ、その、とにかくその、お話したいことは、ソフトウェアっていうのはもう全部自分で作る、アプリケーションごとに、全部作るんじゃなくって、なるべく世の中にあるものを使うと。で、大事なポイントは、じゃあどうやってそれを使えるようにするかと。あの、ソフトウェアって別に、オープンソースでソースコードがあるから、それをどこから拾ってきて組み合わせれば、新しいソフトウェアがパッと作れるようなも、そんな簡単なものではありませんので、それを支えるための技術というのが必要で、最初からそれを作るときに将来再利用されるっていうことをよく考えてデザインするっていうことが大事になっています。まあそれで後半こんなペースで話しているともしかしたらあの次回第2回かもしれないんですけれども、それに関するそのソフトウェア工学的な少し知見のまあご紹介ですね。細かい話というよりはあのこういう話もコンセプトの、名前出しぐらいの感じでお話しできればと思います。で、まあ、このここのところにですね、これあのアジテーティブなんていうかプロボカティブなことが書いてあるんですけど、まあ、あのできれば個々の技術を知るということよりも、こういう技術が出てくるのであの新しい言語が今でもやっぱり生み出されているんだと。あの新しい言語って別に誰かが趣味で作ってる、まあ、そういう部分もあるんですけれど、それだけじゃなくって、背景にですねあのいかにソフトウェアをこう再利用して大きいソフトウェアを少ない人数で、スピードで速いスピードで作るかっていう、まあ、そういう大きな大目標があって それを実現するためにまあいろいろなソフトあのプログラミング言語はまあ今日でも開発されているっていうことをなんとなく、賛同いただけるような雰囲気になればいいなと思っています。でまあその下の方になんかグレーで書いてあるものがあるんですけど、これはまあ言わないことにします。別にあの特定の言語はあのいわゆるあの悪く言ってるわけではありません。はい。あの僕らの世界では。あの全ての人は自分のフェイバリットランゲージを持っていて、自分のフェイバリットじゃない言語に関してはひどい悪口を言うというのが、まあ、常態化しておりますので、僕が何を言おうとあまり気にしないでください。さてでさっきから言っていますソフトウェアスタックなんですけれども、まあこれはどういうことかっていうと、要するにソフトウェアというのは1個の単体アプリケーションがガーンと作ってあるわけではないということです。いろいろなソフトウェアが、まあ、部品なんですけれども、ソフトウェアの部品が、まあ、レイヤー上ですね、層になってこうスタックさ積み上がっているのでソフトウェアスタックというふうに言うようになったようです。で別にそんなに難しいことを言ってるわけではなくて、一番下にはこの図はですね結構いい加減です。あの雰囲気をつかんでいただくために、まあ、いい加減に書いたので、あんまり真剣にこう、一個一個の図の、それぞれの部品がどういう関係にあるのか、本当にこの部品はこの部品の上なのかとかっていうことは突っ込まないでいただきたいんですけれど、ざっくばらんに言って、まあ、今時のソフトシステムだと一番下には、バーチャライゼーション、VMWare みたいな、あの、仮想システムですね。一個のハードウェアを、1個のコンピューターを複数のマシンに見せるようなそういうソフトウェアが一番下に入ってます。であのいわゆるクラウドサービス、 Amazon ですとか EC2 ですとか、Google ですとか、ああいったクラウドサービスを構成してます。でその上に、まあ、オペレーティングシステム Linux が乗っかってるわけです。でソフトウェアスタックっていう時には、まあ、これもスタックですね、層の一つというふうに見なしてます。あの古い開発だと大体あの2つに分かれていて、まあ、OS とで、まあ、よく言われるのはこの辺 OS と残り全部か、あるいは、ミドルウェアっていう言い方もあるんですけど、一番上はアプリケーションですね。なんで大体3つぐらいに分けたと思うんです。一番下にオペレーティングシステムがあって、なんかオペレーティングシステムを補助するようなソフトウェアがあって、まあ、その上にアプリケーションを書く。大体 3レイヤーぐらいだったんですけれど、まあ、まあ、今でも3レイヤーであるのは3レイヤーなのかもしれませんが、そのレイヤーの中がさらにまた細分化されていて、もっとな細かくなっています。まあ、例えばこの例で言うと、Java 系の言語で、あの、ウェブシステムを作ろうとすると、まあ、一番下には Java バーチャルマシンって言って、Java の、まあ、実行エンジンが
Java 言語の実行エンジンがあって、その上に Web サーバーがあって、でその上に、何かな、Struts とか Hibernate とかっていう、その、Web サーバーの上で Java のプログラムを動かすんですけど、それをいきなり全部手で書くと大変なので、大概のことは、定型的なことはやってくれる、なんかいろんな各種のサービスをやる部品がだん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 積み上げて作ります。で、最近ですと、Java で Web アプリ、Web 系の仕事をしていて、Java ですっていうと、もうほとんど、まあ、Fortran ですっていうようなぐらい、一部の人たちから、アナクロ扱いされるんですけれども、前時代的だっていうふうに言われるんですけれど、じゃあ、最近のモダンな人は何使うかっていうと、Ruby とか、あと Haskell とか、本当に、トップノッチの人たちは Haskell、関数型言語で Haskell っていう言語もありますけど、まあ、そういう変わった言語を使うんですが、まあ、例えば Ruby の場合でも、やっぱり Ruby 言語だけではなくて、一番下に Ruby バーチャルマシンって Ruby のプログラムを動かすためのエンジンが、まあ、Linux の上に乗っかりますね。まあ、Windows の上に乗っかることもありますし、あ、そうそう。言い忘れましたけど、この層は取り替えられるんですね。レイヤーで積んでありますんで、まあ、大概は決まったものを使っちゃうんですけれど、新しい部品、いい部品が出てくると、そこはそこだけこうスパーンと違う部品に差し替えたりして使います。まあ、だから、OS も今は Linux ですけど、Linux が多いですけど、ちょっと前までは Windows が、商用のシステムの場合でも Windows が使われていたり、サンマイクロのソラリスが使われたりとか、まあ、いろいろ取り替えられるんですけど、でもまあ、積むんですね。で、上に VM が乗っていて、で、Ruby でソフトウェア作る場合も、いきなり Ruby のプログラムをザーッと一人で書くのではなくて、その上に Ruby on Rails っていう、Ruby を世界的に有名にした、まあ、フレームワークと呼ばれるものがあるんですけど、まあ、これは、大概の、ウェブサイトっていうんですか、ウェブサービスっていうんですか、ただページを見るだけ、HTML のページを見るだけじゃなくって、こう、いろいろボタンを押すといろいろこう、動いたり、そのデータベースになっていたりするような、そういう複雑な動きをするウェブサイトを、まあ、3分で、大概のものは3分、ちょっとしたものは、大概というと嘘ですね。ちょっとしたものであれば3分で作れるとかっていうキャッチコピーで登場したものがあるんですけど、まあ、それを乗っかって使うと。で、さらにその上に、それだけで、まあ、最初はそれだけだったんですけど、さらにそれが有名になってくると、その上に乗っかる部品っていうのが、開発されていて、で、それも好みのものをもう持ってきて使うと。例えば、大概のウェブサイトでは、そのログインっていう機能が必要なわけですけれども、ログインもいろいろありますよね。パスワードをチェック、登録するときにちゃんと大文字小文字記号が入ってないと跳ねるとか、あるいはそのパスワード忘れちゃったときに、は、なんか、メールアドレスに、登録したメールアドレスにパスワードを、仮パスワードを送ってくれるとか、まあそういう高度な機能入ってますので、そういうものを使いたいときには、そういうことをRails の上でやってくれるパーツっていうコンポーネントっていうのをどっかから探してきて、それをインストールして使う。Rails の上に乗っけて使うと。で、そうやってやっていくと、大概のことはもう出来合いのものでできちゃうので、最後の味付けというか、最後、開発者は何を頑張るかっていうと、そういう、誰が作っても同じこと、こうやればいいってことが分かっている部分は、もうそのまま出来合いのものを使って、本当に自分たちのそのクオリティ、クリエイティブなところっていうんですか、創造的なところ、あるいはビジネスで、勝ち残る部分を一生懸命作るというスタイルが、定着しています。で、こういうのはですね、ウェブだけじゃなく、ウェブもそうなんですけれど、2000年、1990年代からだんだんこういうふうになってきておりまして、その頃ですと、Windows ちょうど、ちょっと古い話ですけれど、Windows 95っていう、今の Windows の原型みたいなのが登場したわけですけど、あの時には、あの頃はですね、今では当たり前ですけど、ウィンドウが出てきて、ボタンがあって、クリックしてメニューが出てきてっていう、ああいうグラフィカルユーザーインターフェースを作るっていうのは非常に大変なことだ、高度なことだというふうに、思われていたんですけれども、まあ、例えばマイクロソフトは、そういう Windows の上でそれをやるための、MFC っていう、まあ、レイヤー、コンポーネントを作って、だこの辺に乗っかってるわけですね。当時は C++ の上に MFC が、Windows があって、Windows があって、C++ があって、MFC が乗っていて、で、まあ、その上にアプリケーションを乗っかるみたいな。まあ、いずれにしろそういう作り方を、するのが、まあ、
通でした。まあ、なので、こういうソフトウェア開発者に求められるスキルっていうのは、ただあるプログラミング言語が書ける、それからあるこれから作ろうとしているアプリケーションの分野ドメインの知識があると、何でしょうね、会計システムのソフトを作るんだったら会計の知識がある程度ないと、まあ、ソフトウェア作れないので、まあ、その知識が必要なんですけど、それと同時に、こういう部品の使い方を知っているっていうのが、とても大事です。さすがにこういう部品って買ってきてインストールしたら終わりっていう類のものではなくって、やっぱりプログラムの部品ですので、それを使いこなすためにはどうやって使えばいいのか、例えばどういう順番で関数を読んだらいいのかとか、何をしたいときは何の関数をどういうパラメータで呼べばいいのかっていうことを、まあ、ある程度理解していないと使いこなせないわけです。まあ、なので、今時のそのウェブ業界でこう、良い職業を得ようとすると、流行っている、まあ、高給を払ってくれる会社が採用しているような、こういう部品の使い方をあらかじめある程度知っていると。特に転職する場合なんかはですね、例えば Rails でアプリケーションを作っている会社に転職したいと思ったらば、やっぱりRuby の開発経験がありますとか、Rails の基本的なところは一通り知ってますとか、プログラミング言語みたいなものですよね。Ruby 言語とか Java 言語とか Fortran 言語とかっていうものを使えるだけじゃなくて、まあ、計算科学の分野で例えばブラスの使い方を知っているっていうのはまあ必須だと思うんですけれど、まあ、あれはそんなに勉強するのは難しくはないと思うんですが、もっと複雑なライブラリが出てくれば当然、その使い方をある程度知って、あらかじめ知っていると。でそういうメンバーでないと開発メンバーに入ってきても、すぐには役に立たないので雇わないと、まあ、そういう感じになってます。ですから、若いこういう業種で働いているエンジニアの人たちっていうのは、勉強会に参加するのが割と熱心で、それは何、まあ、それは技術的な興味っていうのもあると思うんですけれども、同時に、新しい部品が出てきたら、それが流行る前に、そういう部品の使い方、あるいは、概要を知っておかないと、まあ、生き残れないというか、技術者としては、オールドタイマーになっちゃうっていう、そういうものがあるんじゃないかと思います。まあでもそのくらいにこうなっていると。で、じゃあその前は何だったかっていうと、もちろんそういう時代前、その前の、いきなりこういうふうになったわけじゃないんですけれど、そういうソフトウェアスタックが、主流になる前は何だったかって、これを見ると大体どういうメリットがあるかわかると思うんですけれども、ソフトウェアスタックない時代はどうやって作ったかっていうと、まあ、ハードウェアからソフトウェアまで全て一社の製品で統一していると。でいわゆるベンダーロックインって言うんですけれど、言うと思うんですけれども、もう全部使うと。だから、ある会社、例えば I から始まる会社のシステムを構築してしまったらば、I っていう会社の技術の進歩にもう進駐する覚悟でやらなきゃいけないと。今ですと、その部品はこう、なんか新しいものが出てくると、差し替えるんですね。差し替えて使っていくんですけれども、より良いものが出れば、他社であったり他のグループが作ったソフトウェアと部品をどんどん置き換えていくんですけれど、昔はそういうことはしてなかったので、一旦この会社のこのハードウェア、このオペレーティングシステムで決めてしまうと、もう最後、そのソフトウェアの寿命が尽きるまでずっとそこと、一緒にやっていくと。だから、その会社がどん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 こう進歩、その会社の技術がどんどん進歩していってくれれば、まあ別に何も困らないんですけれども、その会社の技術、いろんな事情で、経営上の理由なんかそういうことで、技術の進歩がちょっとスローダウンしたりすると、その上に乗っかってアプリケーションを作っている人たちも巻き添えを食ってしまうと、いうふうになります。で、あとはですね、これ結構大きかったと思うんですけれど、ソフトウェアっていうのは何から何まで全部アプリケーションを作るたびに内製すると、新しく作り直すというのがまあ普通だったと思われます。でこれはまあ 100% 悪いことではないんですけれども、結構時間がかかるっていうのがデメリットです。でマンパワーも必要ですね。つまりある程度大規模なソフトウェアを作ろうとすると、
そのソフトウェアの、まあ、競争力差別化する部分に関わっているところはもちろんあのエースを投入しなければいけないんですが、それだけ作っても完成しないので、それ以外のどうでもよいところに、まあ、大量の人を動員して作ってもらうっていう必要があります。今でもその銀行金融機関のいわゆる勘定系と呼ばれるコボルで書いているような部分はそういうのが残っているらしくって、で非常に優秀なエンジニアを数人連れてきたら作れるかっていうとそんなことはなくって、それ以外の、ほとんどその仕様書をコボルに翻訳するぐらいの単純作業をひたすら延々とやる人員が大量に必要になってます。まあ、ですから世間で言われているそのソフトウェア SI やっていうんですか、ソフトウェアインテグレーターっていうそういうソフトシステムの構築を手掛けているところがなんであんなにたくさん人を雇っているのか、あるいはその、二重三重下請け多重下請け構造があると言われるかっていうと、結局そういう部分がたくさん残っているからだそうですね。でそういうそのエースを投入しなくても別に作れてしまうけども人手がかかる部分、つまり内製しているのでアプリケーションごとに何度も何度も作り変える部分っていうのは、優秀な人はエンジニアはいらないけど人間はいると。でそうすると高い給料を払えない、払ってるとペイしないので、そうすると下請け会社さん、さらにその孫請け会社さんっていうふうに、下げていって、で給料を下げて安い給料でも雇える、まあ、もちろん技術力もそこそこなんですけれども、そういう人たちを大量に集めてきて、時間かけて作ると。で、まあ、そういう人たちを集めてくるとどうしても技術力が低いのでなかなか簡単な部分とは言っても、ソフトウェアのクオリティがなかなか上がらなくて、でそういう人たちを鞭打って働かせなければいけなくなり、でそうなってくると意に沿わない仕事を無理やりやらせられるので、いろいろこう健康を害する人も出てきたりして、で最終的に回り回ってなんかソフトウェア業界というのは非常にブラックな業界であるという、悪いイメージが蔓延してるんですけど、そういうふうになってしまった一つの要因というのはこういうところに原因があるような気がします。まあ、今だとスタックなので部品は部品で そこの部分でエキスパートの人たちが頑張って作る、少人数で作って、それをいろんなプロジェクト、いろんなソフトウェアで使い回すんですけれども、一個一個内製しなきゃいけないとなると、本当に全部、作んなくちゃいけないわけですから、そうするとコストを抑えるために、そういう少し歪んだ、人間の使い方をしなければいけなくなってたりしました。で、なんかソフトウェア開発会社ってのはなんか選択と集中って、まあ、今流行ってるキーワードですけど、それよりは、総合商社とか百貨店と呼ばれるような、とにかく全部何でもやりますっていう、そういう開発体制だから、その代わり逆に一個一個の技術はそんなに高くないと。でも、一個の部分の技術にとんがって優秀な集団よりも、広い範囲のことをそこそこのレベルで技術力でカバーできる組織の方が優れた組織っていうことになっています。まあ、だから最近ソフトウェア系、インターネット系でそのベンチャー企業がたくさんどんどんできていてもてはやされていますけれど、そういうことができるようになったのも実はこういうのが背景にあると思っていて、分業体制で作れるようになったので少数のスタートアップ企業が可能になったっていうところはあると思います。これがそれがないと、とにかく規模を持っているところの方が重要と。たくさん人を雇える人、それも違った給料で技術に応じて、雇える組織の方が有利、大企業、まあ、端的に言えば大企業の方が有利っていうことになっておりました。でももちろんいいこともあって、開発者は終身雇用ですから、そこそこやってれば安泰と。で逆に会社の方からしても、終身雇用なので技術的に難しいことを考えず、とにかく非常に複雑なんだけれども、そのプログラムを隅から隅まで分かっている人が定年で辞めるまでは、その人をちゃんと雇い続ければ問題なしと。なのであんまりこうソフトウェアを設計を頑張って考えようとかそういうモチベーションは全く働かなかったり、するんですね。それは関係ないかな。でも言いたいことは、こういう
スタイルの開発が悪いことばっかりではない、それなりにいいこともあるし、まあ職人気質のプログラマーの人たちがスパゲッティコードってのは要するに Go というかいっぱいあって、こうループを追っかけていくとどこがどうなったかよくわからないので仕方がないので紙に打ち出して、プログラムをバーッと長い紙に打ち出して、定規でこう線を引いて、ここの GoTo がここへ行って、でこの GoTo がこう戻ってきて、こうなってこうなってっていうのを手で追っかけるようなプログラムを、まあ、書いていても、それを理解できる職人気質の人が一人いれば、その人が辞めるまではそのソフトウェアは大丈夫っていう、まあ、そういういいんだか悪いんだかわからないんですけれど、いいところもあります。でもこういうふうにすると、まあ規模があって、お金があるところであれば安定してソフトウェアを作り続けられるわけなんですけれども、逆にその新しいアイデアって大体少数のグループ、少人数のグループで生まれるじゃないですか。でその人たち、とんがった人たちが数人集まって作るから新しいクリエイティブなものができるのはやっぱり事実だと思うんですけど、そういったものが出てきにくいと。で、そういう、こういうスタイルで開発を続けていると、そういう人たちがいたとしても、なかなか芽が出ずに終わる。それはなぜかというと、規模の論理に負けるからだと思います。で、昔はその大学が大きいソフトウェアを作ることは非常に困難で、まあ一部のアメリカの一部の大学はですね、DARPA とかアメリカ政府の、まあ、ある種、エコひいき的なファンディングでいろいろなソフトウェアを作っていたようですけれども、そういうのがないとですね、全く無理っていう、まあ、それこそ大学の一研究室でちょっと一人の人が頑張って作っても、それは試作品程度のもので、何にも、まあ、研究論文にはなる、まあ、研究論文が書ければそれはそれでよかったんですけれども、それ以上に発展するようなソフトウェアを作るのは非常に難しかったと言えますね。まあでもその代わり、大企業は安泰で、一旦それをできる、こういうことができる会社っていうのはそんなにないわけですから、一旦そういう大企業に慣れて、資本が入って大きい大企業に慣れてしまえば、そうそう簡単には潰れないと。仕事はあるし、競争相手は少ないわけですね。同じくらいの資本力がないとダメなので。例えばそれは、その現状は今でも言えておりまして、日本の社会基盤になっているような巨大なソフトウェア、例えば、ちょっと前に、話題になりましたけれど、社会保険のシステム、ソフトウェアなんかはですね、非常に規模が大きいので、あれを、受けられ、受注できる日本企業というのは、ほんの数社、ほとんど1社しかないというふうに言われていますね。それは、あれだけの巨大なソフトウェアを開発、ソフトウェアって納品してからお金がもらえるので、それまではこう開発者を建て替えなきゃいけないそうなんですが、それだけの巨額の開発者を建て替えられる資本規模を持っている企業で、かつ特定のベンダーにロックインされて、ハードウェア作って、自分のところでハードウェアを売ってる会社でない、中立的な立場の会社って、本当に申し上げませんけど、日本にはほぼ1社ぐらいしかないので、まあ、その会社は絶対潰れないというふうに言われています。ですから、まあ、学生さん、我々のところの学生さんも、そういう会社に入ると、こういう世界になりますから、ものすごく大変なんですけれど、でもまあ、これに耐えている限りは、将来安泰で、やがてはこう、高い、管理職になって高い給料をもらえるから、まあ、それまで我慢しようっていう、まあ、そういう感じになっているようですね。まあでもなかなか最近はそれでは、そういうソフトウェア業界でもそういうソフトウェアばっかりじゃないですし、そういうところは、先が見えているので、だんだん辛くなってきているというのもまた事実で、前のスライドで紹介したような、こういう人の、まあ人の巨人の肩に乗るスタイルで開発を進めることで、自分たちのクリエイティビティで勝負しようっていう人たちがやっぱりソフトウェアの世界でもだんだん増えてる感じがします。でもそこにあるのはテーマなんですけれども、単にみんなの皆さんの気分が変わったから、いきなりみんなベンチャースピリットが溢れてきたのでそういうふうな時代になってるわけではなくて、まあ、そういうところもあるとは思うんですけれども、背景にはちゃんとこういう技術的な変化が
あったので、そういうベンチャースピリットを持った人が本当に意味のある、大企業に匹敵するようなアウトプットを出せるように、プロダクトを出せるようになってきたっていうのがあるというのが、僕が言いたいことですね。ですから最近は情報系の学生さん、例えば入学試験なんかみたいなところで面接をすると、大体こういう会話が繰り広げられるようになってきました。面接なんかするんですけれど、あんまり聞くこともないんで、プログラミング好きですかとかって聞くと、一応皆さん受かりたいとかって思ってるので、はいとかって言うんですね。で、教員としても何か聞かなきゃいけないので、じゃあ今まで書いたプログラムでどういうのがありますか、一番大きいのは何ですかとかって言うと、学生さんはなんかいきなり黙るんです。いやそれはとか、でこちらも助け舟を出すつもりで、何行ぐらいですかね、プログラム規模です、何行のプログラム、一番あなたが書いた一番大きいプログラムでそれ何行ぐらいありましたかって聞くとですね、大体聞くと、数えたことないんですけど、500行ぐらいですかねとかっていう答えが返ってくるんですね。でこのスキットを見て、皆さんちょっと聞きたい、物理的にここにいれば伺いたいところなんですけれど、これっていい学生か悪い学生かってどちらだと皆さん感じられます？500行ぐらい書いたことがありますって、これは僕が最近の学生はダメだっていう例として出してきたスライドなのか、いや最近のいい学生はこうなんですっていう意味で出してきたスライドなのか、印象としてどっち思われますかね。なんかいらっしゃらないんで岩田先生に聞いていいですか。素直に受け取ると、ええ、ちなみに計算物理の世界でこういう人が来たら、ちょっと学生っていうか、エンジニアでこういう人が来たら採用をやめようましょうかっていうやっぱり感じですかね。やめようとまで思わないけど、鍛えるのが鍛えるのは大変だなっても思いますよね。で実際昔のよくできる学生であれば桁が一つ違っていて、僕書いたソフトウェアはそんなに大きくないんで5000行ぐらいですかねとか、ちょっと自信があるような人だと、1万行ぐらいは書いてますとか、そういう桁のスケールが出てきたんですけれど、実はこれ結構最近比較的よくプログラミング好きでアルバイトなんかもしていて、それこそ普通にウェブサイトを作ってるよ、インターネットサービス作ってるような学生でもこういう答えが出てくるようになりました。それなぜかという、最初だから私もちょっとオールドタイマーなので、いや最近の学生はなんかプログラム書かないな、けしからんとかっていうふうにちょっと思ってたんですけれど、だんだん気がついて最近はむしろこの方がいいんですね。なぜかっていうと、こういう学生は500行しかプログラム書いてないんですけど、作ったプログラム、ソフトウェアのこと聞くと、結構なんか立派なソフトウェアを学生が遊びで作ったにしては随分いいソフトウェア、あるいはバイトで作ると結構いいソフトウェア作ったっていうことがわかるんです。なんで500行で済んでるかっていうと、ほとんどのものはいわゆる部品を寄せ集めてきて、それをマッシュアップって言葉が一時期流行りましたけれども、もう組み合わせて最後の500行を作ると。で、彼のスキルっていうのは、世の中に5万とある部品のうち、今旬なのはどの部品とどの部品とどの部品と。プログラミングがこれと。っていうのをちゃんと的確にウォッチしていて、で、一番旬なプログラミング言語を選び、旬な部品1番、2番、3番を選び、で、それをちゃんと組み合わせて、自分がやりたいこと、やらせたいことをパッと書けると。で、そのための言語を使うと。なので、何事にも例外がありますから、良くない学生もやっぱりこういう、悪い学生もこういう答えをしたりするんですけれども、いい学生だから、これ500行って数が少ないから悪い学生とは限らないと。むしろいい学生の方が胸を張って、でも500行ぐらいでした。それはむしろいいことだったり。しますね。短いプログラム、短いって言ってもよくある C 言語のなんかすごくトリッキーなプログラムで1行なんだけどなんかすごいことができるとか、そういうのではなくって、自分の書ける能力を最小限にして作りたいソフトウェアを作れるっていう意味では、これはむしろいいことですね。だからさっきもちょっと考えたんですけど、車輪の再発明っていうのは今はダメなんですね。車輪の再発明は
今はダメですね。まあ昔もダメだったのかもしれないんですけれど、すでにあるものを自分で作るっていうのはむしろ良くないと。だ実は情報系 の学部教育なんかで今これは非常にジレンマになっておりまして、当然授業でその教えるわけですから、すでにある部品の簡単なやつはまずは自分で作ってごらんなさいっていうふうに、まあ、作らせるわけ。例えばハッシュ表は自分で実装してみなさいと、中身のアルゴリズムを知るためにっていうふうに、そのすでにあるものを作れって言って、でまあそういうのは当然ウェブ上に検索するといくらでもソースコードが転がっていますから、それをコピーするとそれはいわゆるその表説であるとかって言って、あの科学者として最もやってはいけないことだとかって一生懸命教えるですね。もちろん教えダメじゃないですか。あのコピペ、今はコピペどころの騒ぎじゃないですか。表説ですから、あのプラギアリズムですので、まあ、ダメ、そのこと絶対やるなって言うんですけれども、著作権の問題もありますし、なんですけれども、一方でクラスが学年が上がってソフトウェア工学的な講義になりますと、車輪の再発明をしてはいかんと。何か新しいものを作るときは自分で実装するんじゃなくて、まずそれがすでにそのあるか、あるどっかに来てあるはずだから、それを探して使いなさいと。良いあの品質が高いと呼ばれている部品ライブラリーをちゃんと探してきて、それを使って書けと。ハッシュテーブルを、ハッシュテーブルって皆さんご存知ですよね。まああの何だろう、辞書みたいなアルゴリズムのものですけど、データ構造ですけど、それを自分で書くのは遊びではやってもいいけど、あのプロの仕事じゃないとかってことも教えるわけです。だから非常にこう矛盾してるんですけれども、でもあの最初に一番最初に言ったその良いソフトウェアを短い時間で少ない人数で作るっていう意味からすると、再発明はしてはいけないので、できるだけ既存の部品を探して、既存のコードを探してきてそれを使うと。でもちろん既存のコードもあのクオリティの低いものを取ってきちゃダメで、まあなんかあのウェブの検索と似てますけれど、闇雲に Google にキーワードを入れて一番上に出てきたものを見るってのは良くなくて、やっぱりそのちゃんとキーワードを選んで入れて、で出てきた結構この中からいいやつをこういいページを参照しなくちゃいけないんですけれども、まあ同じようなことがソフトウェアにも言えて、いろんな部品たくさん出てるんですが、あの適当に使うんじゃなくて、いろいろ評判ですとかそういうの一生懸命検索して、ブログを読んだりして、どうもこれがいいらしいとか、あと友達のネットワークですよね、そういうので良いものを選んでくるっていうことが今非常に大事な能力というふうにされています。だからやっぱりちょっとあの昔とはだいぶ状況が変わっているということですね。で、まとめっぽいスライドなんですけど、やっぱりあのまあ異論はもちろんあるとは思うんですが、最近の潮流としてはですね、まあ、これはほぼ全ての分野に言えると思うんですけど、まあ、スピードが重要と、時間をかけてクオリティの高いものをのんびりできたら、あの全部内製、あの外部のものがあると著作権の処理とかめんどくさいの、ライセンスの処理がめんどくさいので全部自分で作るっていうスタイルももちろんあるんですけれども、それだけではなくって開発スピードをできるだけ使う、早くすると。でやっぱり大切なことは、あのこれはあの計算、この講義シリーズの話題になっているその計算科学のソフトウェアもそうだと思うんですけれども、ソフトウェア開発そのものが目的ではないですよね。しばしばソフトウェアを作っているとソフトウェア開発そのものがなんか目的になってしまいがちなんですけれども、あくまでもあのそのソフトウェアを使ってさ、まあ、広い意味でのサービスを提供するってことが、まあ、目的ですよね。サービス、あの間違ってるかもしれないんですけれど、まあ計算科学の言葉で言うと、まあ、あくまでもその新しいこう理論モデルに、例えばですよ、例えば計算物理だったら新しい理論モデルで新しいシミュレーションをや、物理シミュレーションをやって新しいこう物理的な知見を発見することがおそらく目的だと思うんですね。でその目的のために、まあ場合によってはあのとんでもないアセンブラのコードを書いたりするのかもしれないんですけれど、あのポイントはやっぱりソフトウェア開発そのものが目的ではなくって、そのソフトウェアを使って得られるものを得るのが目的です。まあ、なのであのやっぱりソフトウェアを作ったり設計したりするときには、そこをあのよく考えないといけないと、やり方も含めてですね。で、まあ、今は
開発スピードが重要なので何度も繰り返しになってしまいますが、その独自の部分に注力してそれ以外は極力汎用品を使うと、あのコマーシャルオフザシェルフってコッツっていうんですけど、なるべく再利用すると。で、再利用だとまずいものだけは自分で頑張って作ると。そこにお金と時間と人をかけるっていうのが良いとされています。ですから、ハードウェアも、昔はその専用ハードウェアとかよく作ったりしたんですけれど、今はそういうことはしないで、なるべくそのインテルの普通の PC の、ものを使ってシステムを組むのがいいんだとされています。ただもちろん、汎用品だと限界もあるので、場合によってはその先へ踏み込むこともあるんですけれど、それはいちいち考えてやると。例えば、Amazon ですとか、Microsoft の、Azure とか、クラウドサービスなんかをやってるところは、大量の、コンピューター、PC サーバーを持ってるわけなんですけれど、最初の頃は、Dell とかが売っている汎用のサーバーをたくさん買ってきて作ってたらしいんですが、まあ、そういう意味で汎用部品を使ってたんですが、今はそれだとその電力効率が悪すぎるので、専用設計の、コンピューターを使うようになってきてはいるそうなので、まあ、何でもかんでも汎用品というわけではないんですし、開発のステージ、サービスのステージに応じて、どんどん、ここは汎用品、ここは独自部分っていうのは、固定ではなくて状況に応じてどんどん変わっていくんですけれども、でも設計するときに考えなきゃいけないのはどこが独自部分かと。どこっていうのは とても大事になってます。ですから、まあ、例えば計算科学のその、まあ、この講義シリーズで紹介されているようなソフトウェアも見ていて思ったんですけれども、もし本当にこう普及するソフトウェアを作ろうと思うのであれば、やっぱりその想定する利用者の人はどういう使い方をするのかっていう、どういうその目的、ゴールは多分論文を書くことだと思うので、その論文を書くためにどういうものを使い方をしたいと思っているのかをちゃんと分析することはおそらく大切なんじゃないのかと。思いますね。で、それに応じてどこを独自部分にしてどこは汎用品にするのかと、でスピードはどのくらいなのかと、でどういうそもそもソフトウェアとしてはどういうサービスを提供するのかっていうのがありまして、例えばソフトウェアの利用者の人がですね、ただこう受け取ってソフトウェアをもらって、で最初のインプットの式だけを書いて、で出てきたデータをなんか欲しいのであれば、なるべく使いやすい、なるべく簡単、なるべくその本当の数式、例えばテックで書いた数式を受け取って、なんか計算してくれるようなソフトウェアを作った方が、まあいいってことになるんですけれども、これは私の勝手な想像なんですけど、でもそれって多分、本当にそういうので研究になるんですかと。誰か、よその人が作ったソフトウェアをもらってきて、そこに自分の式を入れて、何か、だから物質、例えば、物質を変えて入れてみて、で、出てきたデータをもらって、からなんか論文が書ければこんな楽な仕事はないので、きっとなんか例えば計算のやり方を改造しなければいけないとか、シミュレーションの精度を変えるようになんか、やらなきゃいけないとか、なんですかね、ステンシルみたいなやつだったらそのスムージングの仕方を変える、なんか工夫するとか、物質に合わせて変えるとか、なんかいろいろこうソフトウェア例えば改造して使ってるのかなとも思うんですね。でもしそうだとしたら、そういうニーズがあるわけですから、そのニーズを満たすようにソフトウェアを考えてやるということがいるような気がしますね。で、技術的にはそういうものを支えるにはどうしたらいいかっていうと、モジュール化をするっていう、ことが大事です。で、まあ、さっきも言いましたように車輪の再発明はできるだけ避けるっていうのがいいことはされてるんですけれども、まあ状況によってはやっぱり再発明して全部内製コードにしなきゃいけない、したい場合ももちろんあると思うんですが、そういう場合であったとしてもこういうモジュール化っていうのはとても有用だと思います。モジュール化が一番効いてくるのは外部の第三者が作った部品をもらってきてはめられる場合、はめられるようにするっていうのが一番効果的なんですけれども、
ある程度の規模を持ったソフトウェアの場合、仮に一人で作ってたとしても、モジュール化しておけば、ある時にはここの部品に注力して頑張って作ると。で、別な時にはこっちの部品に注力して作ると。で、さらに、もしですね、ソフトウェアの使われ方、本当の意味での、本当に使いたいソフトウェア、計算物理のソフトウェアを使いたい人の、もしニーズっていうのが、そのソフトウェアのソースコードをもらってきて、自分独自の改良を加えて何か新しい成果を出したいということであるんだとすると、やっぱりその人がなるべく改造しやすく作ってあるのがいいわけですよね。で、もしそれが正しいんだとすると、そのソフトウェアただ作ればいいんじゃなくって、このソフトウェアは改造して使うものだと思って、ちゃんと設計して作っておくってことが、その場合にはとても大事になります。で、そういう場合には、モジュール化というのは、避けて通れないことになりますかね。なんですかね、車とか好きな方だと、古い車をわざと買ってきて、中古で買ってきて、で、いろいろエンジン詰め替えたり、ブレーキ変えたり、いろいろ変えて楽しむっていう趣味があるそうなんです。僕はやってないんですけど、そういう趣味が、特にアメリカなんかだとあると聞きますけれども、そういうことができるためには、最新の車はダメなんだそうですね。なぜかというと最新の車は全部電子制御なので、全然モジュール、ある意味ではモジュール、一般ユーザーからすると全然モジュール化されてない。メーカーからするとモジュール化されてる、ある種のモジュール化はされてるんだと思うんですけれども、なので古い車を買ってきて、で、古い車っていうのは割と機械部品が多いので、エンジンだけ乗せ替えるとか、ブレーキシステムだけ変えるとか、エンジンにターボチャージャーをこうバーンとくっつける、後付けでくっつけるとか、そういう、部品の交換が容易なので、そういう趣味が成り立っているそうなんですけれども、ソフトウェアの場合も、もしそういうことがあるのであれば、そういう改造して楽しむというか、改造して使ってこそなんぼっていう、要求があるのであれば、モジュール化っていうのはとても大事だと思いますね。そんな感じ。で、なんか全然何も話してないうちに、あと20分くらいなんですけど、どこでやめるか考えなきゃいけないんですが、てなわけで、というのがありまして、一つ個人的な経験をお話ししようと思って、スライドをここまで用意してきましたので、ちょっとだけもうちょっと話します。これは私が作った JavaSyst っていうソフトウェアなんですけれども、これはさっき言ったウェブ業界の部品です、完全に。これ単体で何かアプリケーションができるわけじゃなくて、アプリケーションを作る人、もっと言うと、この上のレイヤーのソフトウェア部品を作る人のための部品っていう感じのものです。で、これはもともと完全に研究のために始めたものなので、2000年頃に論文が出てるんですけれども、ある意味では趣味的に論文書いて終わりにしてもいいし、それがある種望まれたのかもしれないんですけれど、その後もずっとメンテナンスをし続けているので、これはですね、今はレッドハットが売ってるウェブシステムを作るため、Java でウェブサービスを作るための、ミドルウェアがあるんだ。ミドルウェアってその OS の上に乗っかるソフトウェアのレイヤーがあるんですけど、そこを使うのに使われてたりします。いろんなところに使われて、レッドハットだけじゃなくて、オープンソースで公開しているので、どのくらい使われているか全くわからないんですけど、オープンソースで何の連絡もいらないので、ダウンロードするぐらいしかわからないですから、よくわかんないんですけど、でもいろんなところで使われているソフトウェアがあります。ので、大学で教員というか研究者をして論文を書くことを本業にしながら、こういうソフトウェアを細々と、実質的に一人なんですけれど、今はレッドハットの人が若干ちょっと助けてくれますけど、基本一人で、細々とやった時の経験をちょっとお話ししようと思っています。で、そういう意味では、そのフレームワークの話と、失礼、ソフトウェアスタックの話とは直接関係ないんですけど、一つの例題ですね。本当はもっと話は長いので、ちゃんと簡潔、基礎線があるんですけど、ちょっとこれは伏線を回収しないまま今日終わってしまいそうなので、伏線を再来週ということで、ちょっとご承知しておきたい、お聞き願いたいんですが、
これはですね、1998年頃に開発が始まってます。もうですから、かれこれに、10年、15年以上前なんですが、やっぱり最初は、JST の先駆けの一環でお金をもらいながら、作っておりました。で、公開したのは99年ぐらいで、で、2000年頃に論文発表があって、で、2003年頃に、レッドハットはですね、実はいきなりこれを使ったんじゃなくて、JBOS っていうそのソフトウェアの作ってる小さいスタートアップの会社がありました。でそこが使ったと。でその会社が、後にレッドハットに買収されたので、結局今はレッドハットが、のまあ傘の下にいる感じになってるんですけれども、まあトピックで面白いかもしれないトピックは、最初はその先駆け JST の先駆けの一環でやってたんですけれど、先駆けの終了時ではですね、論文しか出ておりませんで、2000年の論文は間に合ったんですけれど、全然論文だけだと大したことがないので、先駆け的には大変でした。実際成果報告を求められた時に何どうやってたかっていうと、これを始める前に、まあ、今日はちょっと紹介しないんですが、別なソフトウェアを作っておりまして、それもそこそこ人気があったので、それのこうたくさん使われてますよっていうののアピールで、評価委員の先生方をこう騙して、そんなふうで一生懸命次のソフトウェアを作っていたという感じですね。で、ここら辺がやっぱりまあ皆さんもそうだと思うんですけれど、大変ですけど、やっぱり頭を使わなければいけないところだと思っておりまして、やっぱり研究論文を出したり、成果を短期的に、今すごく短期的な成果を求められるので、何でもこう短期短期短期なんですが、ソフトウェアだって普及させようと思うとものすごい労力と特に時間もかかりますので、そう簡単にはいかないです。ですけど、まあエバリュエーションに耐えなければいけない、レビューに耐えなくちゃいけないので、そうするとあんまり大きな声で言っちゃう、特にこんな遠隔でどこに配信されて誰が聞いてるかさっぱりわからないところで、ビデオには撮られてないですよね、これ。撮られてるんですか、これ。後でチャット編集して余計なことは言わないようにしていただかないとまずいんですけど、やっぱりいくつかの成果をオーバーラップして走らせて、で、ソフトウェアをこうメンテナンスしていくっていうのは、まあ、ある種必要枠ではあるとは思うんですけども、やっていかなきゃいけないんじゃないかなと思いました。でもこのケースは比較的うまくいきまして、なんとか先駆けはこう、これで乗り切って、で、まあ、論文を出して、で、これどうしてこのソフトウェアが広まったかっていうことなんですけれど、これはですね、論文、発表をしますと、で割と先進、学術的な先進的なデザインということで出してしたんですけど、その論文を読んだ学生がインターンシップでこの JBOS っていう会社に行って、でこういうことをするんだったらいくつかこう部品があるんだけど、彼はなんと私が作ったソフトウェアをが一番旬であると言って押してくれたらしいんですね。でそれを見たエンジニア、向こうのエンジニアが、あ、そうっていうので見て、で、あとでなんで採用したんだって聞いたら、一番ドキュメントがよくまとまってたからと。ちょっとこれは難しい話なんで、後の方のスライドに出てくるんですけども、まあやっぱりこういう部品のソフトウェアって、この部品を使って何かを作ろうって思う人に使ってもらえてなんぼなところがあるので、ただいいソフトウェアを作るだけじゃダメで、いわゆるマニュアルですね。マニュアルをちゃんと書いてあると。で、チュートリアルとかも、まあ、せっせと、まあ、そんなによくできたチュートリアルじゃないんですけれども、まあ、せっせと書く。で、あと、ソフトウェア自体も、割とこう、あんまり詳しく、この部品の特定の分野について詳しくない人でも使えるように、もともとそのデザイン、ソフトウェアの設計そのものがそうなっていたっていうのが、まあ、決め手になって、で、どうも使ってもらえたようですね。で、そういう、で、この JBOS さんは当時結構、これはこれ、ある種の旬な、ソフトウェアだったので、まあそこから、それをそこで使ってるんだから、きっと部品も旬だろうっていう類推、連想でどんどん広がっていたと。で、ちなみに、月並みですけど、これもうまくいったのは最初からこう、日本で広めて世界にっていうのではなくて、最初から全然日本のことは考えていなくて、
普通に国際会議で、あの我々の分野はあのジャーナルよりジャーナルもいいんですけど、国際会議で発表するってのは結構重要で、そこは宣伝を兼ねてますので、まあ、論文出して、論文はアーカイブされて残るし、発表もできるので、発表でこういうの、こういうソフトウェア、こういうデザイン作りましたとかやると、それを聞いてた学生さんが、まあ、見て、まあ、世界中の人たちが見てうまくいったと。で、日本は実は JBOS が、採用して、いろいろこのいわゆる普通のメディア、マガジン、ウェブマガジンっていうんですか、そういうところで記事が出るようになるまでは全く誰も見向きもしてくれなくてですね、なんでかっていうと、そもそもドキュメントもチュートリアルも論文も全部英語で書いてあるので、なんかあんまり日本の人はなんか見てくれなかったんですけど、で、あと学会っていう意味でも、そのまあ世界の常識だと思うんですけど、論文って一回発表しちゃったら終わりじゃないですか。つまり最初に英語の論文で発表しちゃうと、その論文をなんか日本語に訳して発表するってわけにはいかないので、まあ、少なくとも我々の分野ではそれはダメなので、なんか全然発表する機会がないんです。で、まあもちろん少し紹介料の、話ですとか、これを使って学生の人が、また別な部品を作ってそれについて発表したりすると、それも英語でない限りは、まあ国内のコミュニティにもちょっと目に触れる機会は、まあ少しはあったんですが、まあそれは全くなく、だけど海外で普及したので、それを日本のメディアのウェブマガジンとか雑誌社、当時はまだ紙の雑誌が結構あったんですけど、そういう編集の人たちが海外のメディアをチェックしているので、あ、どうもこれが流行ってるらしい、なんか作ってるのは日本みたいじゃないか、じゃあうちの雑誌の記事にしようっていうので、まあ記事になったりして、だんだん日本でも知られるようになったっていう、そういうパターンですね。実はRuby っていう言語もそういうパスで、言ってる、普及したそうです。日本が最初というよりは海外で話題になったので日本でもっていうことのようですね。まあだからやっぱり月並みですけど、最初から世界を相手にソフトウェアっていうのは公開して普及活動していった方が結局は普及するんじゃないのかなと思ってます。で、なんか取り留めもなく時間切れで終わってしまいそうで申し訳ないですけど、最後のところは2011年に今トリプルライセンス MPL、LGPL、Apache ってトリプルライセンスになっているんですけど、ちょっとこの経緯だけちょっと話してみたいんですが、この手のソフトウェアはオープンソースなので、まあ、やっぱライセンスはとても大事です。で、実はこのソフトはライセンスがだんだん増えていきまして、一番最初はモジラ、Firefox 作っているモジュラのパブリックライセンス、MPL っていうライセンスで公開しました。まあ、当時いろいろあって GPL もあったんですけれど、GPL はいわゆる例の GPL 汚染でちょっと厳しすぎるので、まあ、商用も含めて、かつ著作権は手放さないっていう、まあ、中間的なライセンスとして、まあ、MPL は最初に使ったんですけど、JBOS っていうその会社の傘下になるときに、ライセンスをどうするかっていうのは揉めまして、なぜかというと、その JBOS っていうその上に乗っかってる、上に乗っかるべき部品は、LGPL で書かれる、だったんです。LGPL っていうのはそのライブラリー専用の GPL です。ここに書きましたけど、ライブラリーなので、まあ、当時は C のライブラリーを想定しているので、リンク、ライブラリーそのものは GPL で、改造したらソースコードを公開しなくちゃいけないんですけども、その GPL のライブラリをリンクして動いているアプリケーションソフトウェアのコードは開示しなくてよいと。そういうものですね。なんだけども、なんで GPL じゃなくて LGPL か、この会社が JBOS って言えば商用のオープンソースで、製品はオープンソースで出してたんですけど、サービスを、お金儲けをしている会社がなんで LGPL にしたかっていうと、これはですね、MIT ライセンスみたいに著作権を完全に放棄して自社のメインプロダクトを公開してしまうと、原理的には違う会社がやってきて、そのソースコード全部ガサッと持ってって、で、それを売ることができちゃうんです。で、資本が大きかったりすると、あっという間に負けてしまうので、それは防ぎたいと。だからといって、コマーシャルライセンスしちゃうと誰も使ってくれない。小さいところは厳しい。営業能力がないと厳しいと。
で、そこで出てきたのは、折衷案として彼らが選んだのが LGPL で、とりあえず JBOS っていうソフトウェア、部品そのものを改造した人は、開示し、ソフトウェアを開示しなければいけないので、とりあえず他の会社がやってきて、自分とこのソフトウェアをベースにしてより良いものを作られて負けちゃうってことは避けられると。だけど、お客さんは別にそのまま使える、ソースコードの開示なしに使えるっていうんで、LGPL を彼らは選んだそうですね。で、ところが僕が作ったソフトウェアは MPL だったので、どうすんだっていうので、大揉めに揉めて LGPL に直せ、こっちも合わせろっていう圧力があって、だいぶ吸ったもんだしたんですけれど、LGPL っていうのは、前の方の回でオープンソーライセンスの話があったようなので、そこできっとお話出たと思うんですが、あれはあれで LGPL って緩いとは言っても結構厳しくって、会社な企業なんかだと嫌がるところもあるので、で結局どうなったかっていうと、デュアルライセンスで、ソフトウェアを使う人が選べるっていうんですか、LGPL と MPL どっちか好きな方で選んでくださいっていうふうになりました。で、それでやれやれ一件落着だったんですけど、その後ですね、僕はずっと、企業のホームとおぼしき人からのメールに悩まされるようになったんです。なぜかっていうと、うちの会、あ、例えばエンジニアは、結構大手の会社も、特に大手の会社であればあるほどそうなんですけど、いきなりなんか知らない、例えば IBM のどっかの、アメリカのどっかのディビジョンのどっかのエンジニアからメールが来て、君が作ってるソフトウェアを使いたいんだけど、うちのホーム部門はアパッチライセンスじゃないと許可してくれないんだ。アパッチで配ってくれないかとかっていうメールが来て、いや、ごめん、これは MPL と LGPL してどっちかしか選べないんだ。ごめんなさい、ノーサンキュー。サンキューって言って終わっちゃったんですけど、そういうメールがすごくたくさん来るようになって、だんだん時代とともに、企業もオープンソースのソフトウェア、さっき言ったそのソフトウェアスタックっていう意味で使うようになってきたんですけれど、やっぱりそのライセンス、法律上のライセンスが非常に厳しいので、MPL も多分大丈夫なはずなんですよ。ほぼ互換ですから。だけども、やっぱり自分のところの弁護士のチェックを受けたライセンスじゃないと、一エンジニアは使えないので、なんとかしてくれっていうので、で、結局、2011年に、このソフトウェアの直接的なコントリ、オープンソースなんですけど、実質的なコントリビューターは、私と数人、3、4人しかいなかったので、その3、4人、だから、ソースコードもらっても、できるだけコピーライトを僕にくださいっていう形で開発してたので、権利を持っている人がほんの数人だったんですね。なので、2011年に、その3人でメールで、もう、こういう時代だし、アパッチのトリプルライセンスにしてもいいよねって言って、いいよ、OK ってなったので、じゃあって言って2011年からトリプルライセンスで、で、大体企業の人は、このライセンスで配ってるっていうふうに思ってるようですね。だから、ポイント、レッスンは、オープンソース開発といっても、やっぱり時代、長い時間かかると、いろいろこう、政治状況とか社会状況が変わるので、実は、著作権者は少数に留めておいた方が、身動きが取りやすいと。ダメなのが Ruby で、Ruby は本当のオープンソース開発をしてしまったので、コードの著作権を持っている人がすごくたくさんいて、アノニマスなんですね、ほとんど。ですから、で、Ruby も作られた時は独自ライセンスをやってもいい時代だったので、むしろ独自ライセンスを作ることがかっこいい時代だったので、Ruby ライセンスで配ってるらしいんですが、今はそんなオレオレライセンスはダメで、普通はアパッチにすると思うんですが、アパッチか、違う、似たようなライセンスにすると思うんですが、変えたいのは山々らしいんですけど、その権利関係者が多すぎ、本当の意味で合意を、ちゃんとリーガルに合意を取ることがもう不可能なので、やむなく今でも、多分確か今でも Ruby ライセンスっていう、なんだかよくわからない、オレオレオープンソースライセンスって言ったら言葉悪いんですが、独自ライセンスで配っていると。なので、長生きするソフトウェアを開発する場合には、著作権者は本当に、数人に連絡が、10年、20年のスパンで連絡が取れる人にとどめておくというのは結構賢いのではないかと思ったりしています。というところで、時間が来てしまったので、すごく知りきりと思うので非常に恐縮なんですけれど、終わりにしてよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。新鮮なお話で。はい、それ